エバチーチリターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。今日も小峰マンに変身して出動しております。小峰マンは世界平和は守れませんが、自分の身を守ることはできます。さて、先日見かけた新聞記事で GoPro がリストラをするというニュースがありました。人員を2割削減して、かつドローンからは撤退するそうですね。元ブログで GoPro を使っている方も多いでしょうが、GoPro の優位性って何なんでしょうか。私は GoPro のヒーロー3プラスブラックエディションを使っておりますが、私が GoPro を使っている理由は画像もそうなんですが、やはり外部マイクでこうやって音声が取れるというところがいいところだと思います。ただ画像自体はこれは再生する側の環境にもよりますからね。まあ汚い画像でなければいいような気もします。外部マイクがなくても音声別撮りで編集するのが苦にならないという方には GoPro の優位性ってないですよね。それであれば安い中華製の GoPro のようなアクションカムが発売されておりますので、それで十分こと足ります。これから元ブログをしたいという方には、まあ GoPro いいと思います。ただ高いということがありますけども、まあ私の使っている GoPro ヒーロー3プラスあたりはヤフーオークションとかでも結構出てます。実は私も現在使っている GoPro ヒーロー3プラスブラックエディションはヤフーオークションで落札した中古品です。それでも十分こうやって元ブログは撮影できますので、まあ GoPro もいろいろな機能をつけるよりは安価なアクションカムを製造した方がいいんじゃないかなとは思います。まあぜひ GoPro には頑張ってほしいものです。今回は GoPro のリストラのニュースから元ブログをさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた。